で、またこの続きをやってみたいと思います。ノーミスでクリアしたいんですが、もう一度やってみたいと思います。肉、今度は少しスピードを上げてやってみたいと思います。あと、ハンティースに続いて再使用に触れたのはギリシアの手、間違えました、手通がやプラトンと言われている、あー感じでしたね、言われている、多分漢字になってなかったからミスだと思うんですが、ウラの言葉にあるヘラクレスの、ヘラクレスの柱の開始役により議論が分かれているが、アトランティスは、アランティスは英訳沼に大西洋地方にあった大陸であるという説が、ユは右ですね、ユーリオクである、そしてトランティスは豊富な資源や私欲利用に恵まれた楽園だったといいと言われている。ここは言われている感じですね。アトランの滅亡については火山噴火や地震による津波による説、なんかちょっと日本語おかしいなと思ったんですが、説、地球全体の異変による説と様々な説がある。間違えてしまいました。説が、様々はこれひらカタカナでひらがなです。また沈没後に生き延びた人たちが古代エジプト文明の基礎を築いたという説もあり、エジプトとアメリカのピラミッドを維持せに加え、フロリダ沖の北大西洋の海地域でピラミッドが発射されたことで、結構ミスがありますが、そういうことでアトランティス大陸についての議論が活発になったのように開いた人々
リトガアトランティス大陸についてついて考える理由としてとしては古代の事実を知りたいということだけではだけでなく、いうな楽園が存在したということを信じたいという気持ちも、ガヒアはですね、信じたいという気持ちも含まれているのだろう。もうでもだいぶ早くなりましたね。357秒です。合格が315秒なので、まあ大体あと41秒ですね。で、まあそうですね。またもう一回スピード上げてやってみたいと思います。でもこれ中途半端になりそうですね。動画のその今動画は6分なんですが、300秒以上経ってしまうと5分以上経ってしまう、300秒イコール5分なので、うん、また動画をちょっとやめて、中途半端なところなんですがやめてみたいと思います。